お疲れ様です。KT です。今日は6月の15日ということで、本日も KT チャンネルご視聴いただきましてありがとうございます。はい、というわけでもう気分がいいですね。ちょっと今日は何から触れていけばわかりませんので、最初に宣伝だけさせてください。こちらのチャンネルは、ちょっとだけ野球に詳しい私 KT がですね、広島カープを応援しつつですね、ちょっとマニアックな解説も入れながら、しゃべくり倒していくという動画チャンネルになっておりますので、カープファンの方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。はい、というわけでこれでですね、広島カープは3連勝で今季最多の貯金8ということになっております。すいません、ちょっと遅れましたけども、本日東北、楽天、ゴールデン、イーグルス相手にですね、4対3で勝利ということになっております。1点差ゲームものにできるようになってきておりますね。はい、今日はまあちょっとね、苦しい試合にはなりましたけども、苦しむ試合の中では一番スマートに勝ち切れたんじゃないかなというふうに思います。先制して中押しして、まあダメ押しがね取れなかったというところがあってですね、1点差に詰め寄られるも、まあ本来と言いますかね、あの状態が悪い時であれば、ここからね終盤の追い上げによって、追いつかれたり、それから逆転されたりということもある中で、結果的にはひっくり返されることなく、勝ち切ったということでね、本当に強くなってきているんじゃないかなというふうに思います。はい、でこれでですね、広島カープ4カード連続勝ち越しなので、日本ハム、千葉ロッテ、それから前回のライオンズに続きまして楽天にも勝ち越しを決めたということで、これで交流戦7年ぶりの勝ち越し決定ということになっております。本当におめでとうございます。まあ新井監督はね、そういうの知りませんというふうにとぼけておりましたけども、まあ知らないわけがないんでね、本当に、素晴らしい結果を残してくれていると思います。はい、そして今日の試合で行きますと、二俣選手ですね、先制だということで、プロ入り初の、勝利打点がついているみたいで、今日のね、バッティングも本当にらしい、ツーストライクからのこう右方向へのね、もうなんとか、バットに当ててヒットゾーンに運ぶんだというあたりで、タイムリーの方を放ってくれております。はい、そして、すいません。堂林選手がね、一軍に上がってきて久しぶりのヒットということで、61打席ぶりの、タイムリーヒットで、直近でも、34打席ヒットが出ていなかったという中でね、もう苦しみもがいている中で久しぶりのヒット、一本出たんでね、しかもそれがタイムリーになったということで良かったんじゃないかなというふうに思います。で、さらに、まあ打てなくてもね、守備の方で貢献しているということで、十分仕事を果たしてくれているんですけども、タイムリーが出て、ここからね、また状態の方を上げていってほしいなというふうに思っております。はい、そしてこれで今日のね、カープの勝ちによってですね、楽天の、交流戦の初優勝というのは、一旦阻止、今日の段階では阻止ということになっておりまして、完全同率で、ソフトバンクと並んでいるということになりますので、明日の勝敗次第でね、楽天の優勝か、それともソフトバンクの優勝かということになるみたいで、まあパリーグとパリーグなんで直接対決がなかったので、まあその後のね、ちょっと計算はまた細かいルールみたいのがあるんですけども、まあ、簡単に申し上げると、得失点差みたいなね、もうちょっと細かい、計算式、野球ではイニングというのがありますね。その辺もしっかり加味した計算式があるみたいなんで、まあ、その辺のね、電卓を弾くとどっちかが勝利ということに、優勝ということになるみたいなんですけども、まあ、楽天はね、本当に優勝したことないということで、明日は燃えてくるかなというふうに思いますんで、まあ、カープとしてはね、交流戦自体も、そしてこのカード自身も、勝ち越すことができておりますんで、明日はまあ正直捨てゲームにしていいかというところもあるんです。まあでもね、ここまで来たら勝ち切りたいなというふうに思っております。はい、で先発の玉村投手ですね。こちらのノーヒットやってくれました。グッズ届きましたね。はい、ということで記念グッズ届いておりますけども、大瀬良投手に次ぐ史上7人目の、交流戦防御率 0.00、達成ならずということでね、最後点取られてしまいましたけども、7回途中へ3失点ということで、マウンド降りておりますけども、まあそれでもね、同級生、小蛇投手かな、との同級生対決を制し、今シーズン初勝利ということになっております。まあ本人もね、同い年ということで、意識するところはあると
というふうにヒーローインタビューでもおっしゃっていたので、小島投手よりも長く投げ、さらに、初勝利をつかむことができて、本当に良かったんじゃないかなというふうに思います。まあ下ではね、ハッチ投手もスタンバイしておりますし、遠藤投手もね、上の方に上がってきておるということで、まあさらには野村投手とかね、あとは黒原投手なんかもね、今一軍でリリーフやっておりますけども、先発の座というものを皆さんが狙っておりますんで、ここで結果が出たのは良かったんじゃないかなというふうに思います。はい、ということで本日のね試合の振り返りを行っていきたいと思いますけども、試合の中身に入る前に、これになってきております。スタメン発表直後の感想ということで、まあ今日はね、試合の方が勝っておりますんで、あんまりねネガティブなことは言いたくはないんですけども、スタメン発表後の直後ということで、キャッチャーね坂倉選手なんだというのがまず第一の感想ですね。相手のピッチャー小田投手ということで左ピッチャーでもありますし、カープのピッチャーもね玉村投手ということで、石原選手あたりをね同期になるのかな、石原さんと、玉村さんは、はい、ということで、石原さんが出てくるのかなというふうに、昨日の予告先発後の時点では思っていたんですけども、坂倉選手がスタメンマスクというふうになっております。まあ明日は石原選手かな。はい、で、打順の並びでいくと3番の菊池選手、4番の末金選手のところ、それから、6番の坂倉選手、7番の堂林選手のところ、ここがどうつながっていくかなということで、結構ねこの、2つの打順のところが、鍵になってくるのかなというふうな、印象を持ちました。で、昨日スタメンをね外れました佐藤選手がね再びスタメンに戻ってきましてということで、まあ左ピッチャー対左バッターというところではあるんですけども、まあそこでねずっと避けていてもいつまで経っても上達はないということになりますんで、まあこういうところでね左ピッチャーに対して左バッターをぶつけるというのは、いいんじゃないかなというふうに思います。で、行くと同い年なのかな、ここも大卒ルーキーということでね、やっぱり同い年の、ピッチャーをね打っていくというのは大切になってくると思いますんで、まあ今日は結果の方は、出ていないのかな、はい、ということでヒットは出ておりませんけども、次回からねまたヒット打てるように頑張っていってほしいなというふうに思います。佐藤選手は今日は、2打数の0安打か、はい、ということで、まあちょっとね、なかなかヒット打つのは難しいですけども、切り替えて頑張っていってほしいと思います。はい、で、ラストバッター9番に入っております二俣選手に関してはもうこれはね、昨日もいいところで、1本含む、合計2安打、出ておりますので、まあ当然のスタメンだというふうに思いますが、次のね小園選手、末金選手の並びですね、まあ本来と言いますかね、結構これまでの多くの試合では小園選手が先、末金選手が後ろの、まあ、3、4番であったり4、5番であったという並びがね多かったんですけども、ここに来て小園選手が後ろに行って末金選手、小園選手という4、5番のね並びが多くなってきておりますけども、まあここはね別に3、4でも4、5でもいいんですけども、小園選手をやっぱりね前側に出してほしいなという思いは持っておりますということで、まあ、そんなスタメン発表ありながら試合の方始まりましたんで、試合の方をね見ていきたいと思います。まずは初回ですね、先頭秋山選手内野安打で出塁ということで、本当にねここ最近のこの初回先頭打者での出塁率というのはねえげつないものになっているんじゃないかなというふうに思います。はい、でその後ね昨日のヒーロー矢野選手なんですけども、送りバント失敗ということでフライをね打ち上げてしまいというところだった。まあ、本人もね生きようとしてちょっとセーフティーバントでセカンド方向かな、ドラッグバントということでね、自身も生きようというような感じで、マシンに当てたんですけども、まあそれがね、フライになってしまってということで、まあここはねしっかり送ってほしかったなというところは第一としてあります。はい、でそのまま、無得点に終わりまして、その裏ですね、玉村投手直球が冴え渡りですね、初回はしっかり、課題の立ち上がりも三者凡退で、難なく打ち取っております。で2回に入りましてね、カープ2点先制ということで、二俣選手と秋山選手のタイムリーで2点先制しております。先頭小園選手がセンター前、綺麗なセンターライナーでしたね、はい、を打ちまして、その後6、7の、まあ、さっきねちょっとネックになりそうな感じがするという6番7番坂倉選手、堂林選手が、打ち取られて、まあチャンスはしぼんだかなというふうに思ったんですけども、佐藤選手がねこの後しっかりフォアボールでつないでと、まあ今日ノーヒットであるんですけども、佐藤選手のこのフォアボールというのは非常に大きいものだったんじゃないかな、終わってみればね大きいものだったんじゃないかなというところで、2アウトでランナー1塁2塁というチャンスを作って9番の二俣選手に回ります。まあここはですね正直入ればラッキー、まあ得点が入らなくてもね仕方ないかなというぐらいちょっと諦めていたところですね、二俣選手が追い込まれながらもです、
ですねライト方向にもう本当にゴロでね、しぶとくそのコースしか抜けんだろうというような打球の強さと角度でですね、ライト前に運びまして、結構こういうね二股選手まだ一軍でね通算ヒットというのはそんなにたくさん、あるわけじゃないんですけども、今日のようなねライト前ヒットたくさん打ってるんじゃないかなというイメージを持っております。でその次の秋山選手はねまさに秋山選手らしい、センター返しということで二人ともね、本当に二人ともらしい、ヒットということでタイムリーになって2点先制しております。はい、で先制した直後の回ですね、ここをしっかり抑えたいところなんですけども、鈴木大地選手かなそしてフランコ選手というところをノーアウトから連打食らってですねああちょっと流れやばいなというところでですねさらに怖いバッター浅村選手が出てくるんですけども、センターフライに打ち取るということで打った瞬間ねちょっとやべえなという感じはしたんですけども、センター深いところまで持っていかれましたけども、センターフライに打ち取って、まあ、セカンドランナーはねタッチアップによってサードまで進むんですけども、続く渡辺選手も注文通りのピッチャーゴロでの、ゲッツーで、無失点に切り抜けるということで、1-6-3 の併殺打で、ピンチをね切り抜けております。はい、ということでですね、なんとか先制した直後の2回の裏、玉村投手は無失点で切り抜けて3回に試合は進んでいきます。ツーアウトから小園選手内野安打で出塁するも、まあ、盗塁でアウトになるということで、で、まあ、その裏ですね、3回の裏、この回もですね、またしても、ワンアウトながら、1塁2塁というピンチを作るもですね、無失点で切り抜けております。まあ、フォアボールがね、絡んだピンチということで、ちょっと嫌な感じはしたんですけども、しっかりね、後続を打ち取っております。はい、で、4回に入りまして、坂倉選手ですね。まあ、この回三者凡退では打ち取られているんですけども、象徴的なところで行きますと、坂倉選手がね、3ボール1ストライク、もう完全なるバッティングカウントで、まっすぐハリハリで打ちに行って、コースもまあまあ甘いんですけども、そこをね、打ち損じて、ファールにしてしまってですね、次の高めのストレートに手を出させられてしまいまして、三振ということで終わりましたんで、坂倉選手の、状態の悪さという、のを感じることができました。なので坂倉選手、この時点で2打席連続三振ということになっております。はい、そしてまあその回三者凡退で打ち取られて、その裏ですねようやく玉村投手スイッチの方が入ってきまして、相手の4番5番6番を三者凡退で打ち取っております。はい、で5回に入りましてね、二股選手秋山選手のねタイムリーヒットコンビもですね、打席に入りますが三者凡退に打ち取られるということで、その裏ですねまたしても、先頭バッターを内野安打でということで出塁を許しますけども、村林選手か、はい、許しますけども、続く辰巳選手、送りバント、ここね助かったというようなね、感じはします。あの4点差ある中でね送りバントと、まあ意味合い的にはセーフティーだったの、逆に意表をついてセーフティーだったのかもしれないんですけども、まあ1個ねアウトを取ることができて、助かりましたということで、4番5番、打ち取ってね鈴木選手フランク選手を、打ち取って無失点で、切り抜けております。まあただねこのバント処理ですね、3番の辰巳選手か、結構意表をつくような、バントだったんですけども、玉村投手落ち着いて、処理して、おりますね。よかったと思います。はい、そしてその、後でいきますと、そうか、この子は5回か、5回になりますので、あ、違うな、今言った、送りバントのところは、はい、そして試合は5回の裏に進みまして、先頭打者ですね、ここで行きますと、7番ですね、渡辺選手に、センター前ヒットを打たれますも、8番、9番、1番と、しっかり抑えてですね、勝利投手の権利を、ゲットしております。まあ、5回はね、結構こう苦労するというピッチャーが多い中で、まあ、先頭ね、ヒット打たれたものの、割とすんなり打ち取ることができたんじゃないかなというふうに思っております。はい、そして6回に入りましてね、カープ追加点
点を挙げて4対0になるという回なんですけど、菊池選手もこれまた痛烈なセンター前を放っておりまして、さらに末金選手初球だったかな、こちらも同じく痛烈な当たりでレフト前に運びまして、ノーアウトでランナー1塁2塁という形を作りました。でそこでですね、小園選手、得点圏の鬼というふうに言われておりますけど、ここはもう何が何でも追加点が欲しいということで、ベンチは小園選手に送りバントを命じますけども、ファール2つかなで追い込まれてしまったということで、ヒッティングにねサインを変えたんですけども、まあなんとかね、なんとかセカンドランナーだけもでも進めるという形で1、2塁間にボールを引っ張ってですね、セカンドランナーの菊池選手を3塁に進めました。まあセカンドはねちょっとフォースアウトというふうになってしまいました。結果的には1塁3塁ということになってしまったんですけども、まあ本当に最低限中の最低限をね小園選手することができておりますので、この辺はねやっぱり成長かなという、まあすんなりね送りバント決めてくれることが一番ベストではあるんですけども、まあこういうふうにね、状態として悪くなった、状況として悪くなった中で最低限の仕事をするようになったのは小園選手の成長かなというふうに思っております。はい、で続く坂倉選手がガッツポーズのタイムリーヒットということで、ショートのねグラブをかすめて弾いてという形でねセンター前に放っております。はい、本当にね表情なんかを見てもやっぱり苦労している感じがね伝わってきておりますんで、久しぶりのタイムリーヒット良かったと思います。はい、そこでですね坂倉選手が、ヒットを打った後ですね、小園選手が三塁盗塁ということで決めました。でちょっとねスタート的には普段のねセンターからピッチャーとバッターを映している、テレビアングルでですね、見ることができたんですけども、まあ昨日の、初期選手とかね、その前の、矢野選手だったかな、みたいのように完璧に盗んだかといったらそういうスタートではなかったので、キャッチャーがまともに取ってサード投げていたらひょっとしたらクロスプレーに、なっていたかもしれないんですけども、変化球のサインというのをセカンドベースから見てね読めていたのかもしれませんし、スタートもね悪くないということで、まあ完全にアウトになるタイミングではなかったと思いますんでね、クロスプレーになると、際どいチャンスはあるというようなタイミングでスタートして、さらにこのサインは変化球だというふうにねセカンド塁上で、キャッチャーのサインを見ていたのかもしれないんでね、まあそういう意味でしっかりサードスタート切って、結果的にねキャッチャーがピッチャーの投球を補給することができずということで、サードに送球することができずにセーフということになりまして、さらに、チャンスを広げました。で、坂倉選手はね、ランナー1塁2塁で2塁ランナーが3投を決めるということになると、本来であれば1塁ランナーもついていかなくてはいけないんですけども、まあそれはねサインが出てダブルスチールだったら1塁ランナーもついていかなくてはいけないんですけども、まあおそらくね小園選手のさっき言ったように、球種のサインが分かったとかですね、なんか個人の判断で3塁盗塁をしたということであると、やっぱり1塁ランナーはねスタートが1歩2歩遅れてしまいますんで、そうなるとキャッチャーが冷静ですとセカンドに送球してアウトになるということも多々ありますので、まあここのね坂倉選手の1塁ステイというのは問題ないのかなというふうに思います。はい、そして小園選手の盗塁によってチャンスを広げた中で、堂林選手ですね、何十打席ぶりのヒット、そして何十打席ぶりのタイムリーヒットということを放って4対0ということになりました。まあそこからねさらに、1塁2塁ワンアウト1塁2塁というところだったんで、佐藤選手二俣選手あたりでね、ダメ押しをして5点目6点目を取りたかったんですけども、まあそれはならずということで4対0ということになりました。まあそれでもね今日の玉村投手の、状態であれば、4点あれば大丈夫かなというふうにねちょっとこの時点では思っていたんですけど、やっぱりね、ダメ押し点というのは必要だなというふうに終わってみれば、思いました。はい、でその後ですね、追加点直後ということでこの回もしっかり抑えたいという中で、まあちょっとねカープにとってはアンラッキーの内野安打で、出塁を許すと打球がボーンと跳ねてしまってね、内野安打というふうになってしまいました。はい、でその後ですね、辰巳選手か、ここで送りバントといいますか、まあセーフティーバントだと思うんですけどね、逆に4点差ある中で送りバントはないだろうというふうに思わせといて、セーフティーバントをするということでやってきたんですけど、まあ結果としてはカープとしてはラッキーかなということでね、まあ玉村投手がうまく処理したというのもあるんですけども、アウト1個もらえてということで、まあ4点差あるんでね、このランナーぐらいは返してもいいかなというような形で、ランナーセカンドに行って、まあ結果的にその後の鈴木選手、フランコ選手をね打ち取って、無失点で切り抜けるということで、まあ今日はね、得点が2回と、それから6回、2点ずつ上げておりますけども、その次のイニングですね、玉村投手が抑えているということで、まあこういうことをやっていればね、勝利投手というのはおのずと増えていくのかなというふうに思っております。
はい、で7回ですね、まだまだダメ押し点欲しいなというところ、1番から始まる攻撃ではあったんですけども、三者凡退に打ち取られ、その裏ですね、玉村投手が捕まってしまいます。先頭から3連打を食らい、3失点、結果的には3失点と、まあこの時点では2失点だったんですけども、末金選手も惜しい、秋山選手も惜しいということでね、外野のこの間にポトリと、落とすと言いますか、抜かれていくね、末金選手はダイブも及ばず、秋山選手はちょっと中途半端な感じになってしまったんですけども、まああの辺がね、追いついていれば玉村投手もっと長いイニング投げていたかもしれないんですけども、まあ楽天もね、意地があるということで3連打を食らい、2点を失ったところでハーン投手に、交代ということになりました。で、先頭ね、変わった1人目、犠牲フライを打たれるというところもあって、玉村投手の自責で、1失点ということになります。で、その後ね、来日初フォアボールになるのかな、結構制球力安定してるなというイメージで、今日はフォアボールを出してしまったんですけども、その後三振で打ち取ったということで、ハーン投手自身の失点はなしということで切り抜けております。で、これでハーン投手は連投も試したし、イニング途中での登板というのも試してね、まあそんな中でサードランナーだけの、ホームね、返すというだけになりましたんで、まあ十分なピッチングだったと思います。まああれでね、サードランナーが帰ってもまだ1点差勝っているということになりますので、そこで逆にね、サードランナーも返さないぞというふうにこだわりすぎると複数失点にもつながっていくというケースだったんで、まあサードランナー返してもその後返さなきゃいいだろうというふうに割り切ってしっかり投げ切ってくれたんじゃないかなというふうに思います。はい、で、8回の表、小園選手がね、ここでまさに意表をつく、セーフティーバントで、ヒットということでね、猛打賞を決めております。浅村選手もね、非常にいっぱいいっぱいのプレーで、だったんですかね、いいプレーだったとは思うんですけども、小園選手の足の方が勝って、猛打賞ということになっております。はい、で、その後ね、盗塁してセーフっぽく見えたんですけども、アウトという判定になりまして、まあ、リクエストをするも、判定、最初の判定を覆す十分な証拠はないという判断のもとで、セーフと、アウトということになってしました。ね、ちょっと追いタッチと言いますか、空タッチと言いますかね、小園選手がうまくかわして、セカンドベースをね、うまく踏んだように見えたんですけどね、まあ、それを、決定的に証明する証拠というのがなかったという感じで、カメラのね、やっぱりアングルが足らないなというような感じがしました。で、今日はメジャーで行くと、フィラデルフィア と、ボルティモアかなの試合でホームでね、そういう際どいプレーがあって、チャレンジによって判定が覆るというようなね、ことがあったんですけども、まあやっぱりメジャーはね、それなりのカメラの台数も用意しておりますんで、そういう際どいね、タッチをうまく逃げているのかとね、もう本当にこう数ミリのところもね、見るだけの証拠を持っているということになりますけども、まあそういう意味でいくとね、まだ NPB のこの仕組み自体が満足ではないのかなというような感じがしました。小園選手にとっては盗塁1個損するということで、ちょっと残念でしたけどね。はい、素晴らしい盗塁だったというふうに思います。はい、そんな感じで盗塁アウトということで、攻撃がね、ちょっとつながらなかったということになりますんで、カープにとってはちょっと嫌な流れではあったんですけども、島内投手が登板して、三者凡退かなで打ち取っております。で、先頭の鈴木大地選手のところかな、あ、三者凡退ではないですね、浅村選手がサードの小園選手を、襲う強襲ヒットでするということになっておりますけども、先頭の鈴木大地選手のところでね、菊池選手セカンドゴロということで、ファースト結構際どいプレーにはなったんですけども、最初の判定はアウト、ただね、楽天がリクエストしてということでリプレイ判定を行っていたんですけども、もうその途中にですね、場内で流れた映像を見て、鈴木太一選手はベンチに帰っていくということになりましたけども、まあこれはちょっとね、マナー違反かなというような感じはしました。楽天側のリクエストで審判がリプレイ判定を、しているにもかかわらず、ビジョンに映ったね、自分の姿を見て、あ、これアウトだなという判断を、最終的なジャッジが下る前にですね、ベンチに帰っていくというようなね、ことをしましておりましたんで、ちょっとね、これはね、あんまりやってほしくなかったなというプレーです。やっぱりね、そこは、リクエストを要求している以上はですね、最終的なジャッジが出てからですね、ベンチに帰っていってほしかったなというふうに勝手に思っております。
はい、ということで、堂林選手の、いいプレーもありながらということで、ここはどこだったかな、鈴木大地選手じゃないわ、ファーストゴールか、最後渡辺選手のところですね、ファーストキャンバスについていますので、ボールを取った時にはね、一塁二塁の線上よりちょっと、内側にいるという中で、ピッチャーに対するトスが、非常に難しい角度になるところでですね、うまく、ピッチャーの島内投手にトスして、スリーアウトということになりましたので、堂林選手、今日はタイムリーも出ておりますし、守備の方でも頑張ってくれております。はい、そして最終回ですね、9回に入りまして佐藤選手のところ打席回ってきたんですけども、そこでね、松山選手に代打ということで、まあどうなんですかね、松山選手には絶対1打席立たせなきゃいけないというルールがあるのか分かりませんけども、佐藤選手にとってはね、本当に1打席がいい経験になっていきますので、ここは打席に立たせてほしかったですし、最悪ね、まあこんなことは想定、我々は想定したくはないんですけど、ベンチの中では想定しておいてほしいのは、栗林投手が打たれて1点取られてね、延長になった場合にまた、いいところでね、バッター松山選手使いたいという展開もなくはないということなので、無理してね、もう9回最後だから、夏の甲子園で3年生2年生が打席に立って、本当はねレギュラーの2年生が打席に立つところだけども、もう最後、逆転も難しいという状況になってきたから、3年生を思い出の打席に立たせるというような感じで松山選手をね使うというのはちょっと違うんじゃないかなというふうには思いました。はい、どんな感じで、カープはね、9回の、表もですね、三者凡退に打ち取られてしまいまして、最終回ですね、栗林投手、1点差で出てきます。もう栗林投手には1点あれば十分、0.1 点でも 0.2 点でもあればね、十分ということで、危なげなく三者凡退に打ち取ってくれております。もうこれはね、本当に当たり前と思ってはいけないんですけども、さすがですということで、19セーブ目を挙げております。で、マルティネス選手投手のね、ドラゴンズのマルティネス投手が20セーブ挙げておりますんで、まだ、トップには立てておりませんけども、十分にセーブ王のチャンスもあるんじゃないかなというふうに思います。はい、で、栗林投手、島内投手はこれで、2連投ということになっております。で、本来であればね、3連投というのは避けたいところではあるんですけども、まあその後ね、月火水木と、4日間休みというのはもう決まっておりますので、まあ島内投手、栗林投手ともにですね、明日に限ってはこのシーズン序盤ではありますけども、3連投というのもしっかりね準備しておいてほしいなというふうに思います。はい、というわけで本日の試合は、楽天相手に4対3でカープが勝利ということになっておりまして、明日ですね、アドゥア投手対松井投手ということになっております。で、ごめんなさい、またしても私この松井投手、詳しく存じ上げておりませんということなんですけども、まあ右ピッチャーということでまたね、どういうスタメンになるのかというのを楽しみに待ちたいなというふうに思います。はい、でこれで4カード連続勝ち越しということになってね、まあ明日はもう負けてもしょうがないなという位置づけではあるんですけども、まあここまでできたらね、せっかくなんで連勝で交流戦を終えたいというふうに思いますんで、明日もね勝ちにこだわって戦っていきましょう。はい、で夜の試合がですね、ジャイアンツが勝利してタイガースが、敗れるという結果になりましたので、これでジャイアンツとのゲーム差は 3.5、 2位のジャイアンツとのゲーム差が 3.5 で、3位のタイガースとのゲーム差が4かと思いきや、気づけば、DeNA がね3位に上がってくるということで、まあゲーム差はないんですけども、4位にタイガース、3位に DeNA ということになっております。ドラゴンズもいつの間にか落ちているということで、ちょっとね、まあ 3.5 なんで何とも言えないんですけども、まあ頭一つねちょっとだけ抜けたかなというような感じがしますんで、このままねなるべくなら追いつかれることなく、走っていきたいなというふうに思います。まあそんな甘くはないんでね、今年のセリーグは。はい、まだまだ混戦が予想されますけども、できるだけ状態がいい時に勝っておいて、差の方をね広げていきたいなというふうに思います。はい、というわけで本日の動画は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。非常にね、いいゲームだったというふうに思いますので、今日のカープのゲームがいいなというふうに思った方はですね、こちらの動画もいいねボタン押してください。よろしくお願いいたします。はい、というわけで本日も以上となります。カード勝ち越しを目標として、それが2試合で達成してしまいましたけども、そんなの関係ねえ、やっちゃろうやということで、明日も勝って3連勝で終わりましょう。お疲れ様でした。